皆さんこんにちは。本日もよろしくお願いいたします。ティーチングプロの坂本龍です。本日は初心者の方も上級者の方も覚えておきたい基本3つということになります。この動画はどんな方に見ていただきたいかというと、初心者で何をやっていいか分かんないという方、中級者の方で壁にぶつかっている方、上級者で本当のもう一度基本を見直していきたいという方におすすめです。でゴルフの基本というのはいろいろそのプロだったり教科書だったりっていうのに違ってきて微妙にずれていきますが、今回お伝えする内容というのはゴルフクラブのもともとある構造によってそれがどう使ったらいいかっていうところになりますので、動かし方の基本というよりはゴルフクラブ自体がこうなっているからこういう扱い方が確率が高くなりますよっていうような内容になります。でまず最初に見ていただきたいのがこの画像です。インパクトの瞬間の映像なのですが、ボールを通過していくときのこのクラブとシャフトの動きを見ていただければ分かると思いますが、ほとんどまず横向きにこのように動いていません。ゴルフクラブというのはこのように棒についてヘッドがくっついていますので、このように少し軸回転するようなイメージがかなりありますが、今の映像を見ていただくとスローで撮っているのですがちょっと早いんで見にくい部分もあると思いますが、ほとんどこのように横から見たらストレートに動いていきます。そして体が少し回っているので、体が動いていく分ヘッドが遠ざかっていくように見えますので、これがターンと見えたりしますが、現実上インパクトの30センチ40センチあたりほとんどクラブが横に動いているような形に見えるかと思います。ですのでまず一つ目にやらなければいけないのは、このゴルフクラブが軸回転で動くのではなくてシャフト自体が平行に動いていく、そしてヘッドの面も変わらずに動いていくということが大切ですので、まずそこを考えてみましょう。まず面を動かさない訓練としてはパッティングで行ってみましょう。パッティングで面を動かすとはこのように弾いてしまうことと同じようなことと考えてもらって構いませんので、まずこのパッティングでボールを押す動きを覚えましょう。このようにボールを押していけることが大切です。で押すとはどういうことかというと、この手元の部分が先に動いてヘッドが少しその分遅れてくるような形で打つのが押せているという状態です。こういうふうにヘッドが先に入ってきてしまうようなインパクト姿勢は押すというよりは弾いているというような形になりますので、それに伴う面の動きというのは大きくなってしまいます。ですのでまずボールをパッティングでも最初そのままバックスイングなくても構いませんので、このようにこの手元だったり肘だったりっていうのを動かして先行して面を動かさないという意識を持って手を動かすことを訓練しましょう。慣れてきたら両手でもやってみましょう。そうすることで面の動きが少なくなってしっかりとボールにエネルギーが伝わる面の動かない当て方になってきますので、そのような形を練習してみてください。そして2つ目が、このフェース面が動かないことが分かったので、このフェース面をどのように動かさないかということについてです。で、このフェース面が動かないということは、棒の角度を動かさないということが大切になります。フェース面って例えばこのようにまっすぐ向いていても、このシャフトの角度、いわゆるこの棒の角度がこのように動いてしまうと左向き、このように動いてしまうと右向きというように、クラブの面もこの棒と連動して動いてしまいます。ですのでゴルフスイングというのはこの棒がいかに動かないまま進行していくかということが大切になります。でそこで大切になるのが最初の接点となる左手の角度です。この左手の角度が変わらなければそのまま面というのは変わらずに動いていきますので、まず大切なのはこの左手首の角度を意識してしっかり角度を作る、これが大切になります。でこれをすることによって面の角度が動かなくなりますので、それに伴ってスイングができます。
この左手首の角度をまず維持するということを練習してみましょう。左手首の角度ですが、以前の動画でもお話したように、このようにクラブを逆さまに持って手首に当てがってもらって素振りをすることで、体が回転することでこの角度維持された腕が動いていくだけの練習をしていただくのも、この角度が崩れない練習になります。このように手でこのように動かしてしまいますと手首が曲がってしまいますので、手首の角度はクラブにつけたまま体が動いている状況を考えながら練習してみましょう。基本的には下半身を多めに使っていただいた方が、上半身は動かないように使うことができます。まずこの左手首の角度を気をつけましょう。そして3つ目です。3つ目は面を動かさない、そしてこのシャフトの角度を動かさない。シャフトの角度を動かさないということは、この左手首の角度を動かさないということになります。で、その左手首の角度を動かさないために、左手だけだとやはり不安定ですし、まあ、難しくなりますので、ゴルフは両手で持っています。でこの両手で持つときに何を考えたいかというと、この左手だけの力ではこの角度というのは、やはり重力だったり振った力でこの角度というのはかなり変わりやすくなってしまいますので、まあ右手でサポートして持つ必要があります。ですので、ゴルフグリップというのはオーバーラッピング、インターロッキング、いろいろありますが、指をこのように絡めたりかぶせたり重ねたりします。ですので、この目的としては何があるかというと、この左手の角度を維持するために、右手は左手に重ねて、どちらかというとクラブを持つというよりは、この左手をしっかり持ってグリップできるようにしましょうというところがあります。そうすることで、この最初に左手で堅持した角度に補強ができます。で、その補強した角度をそのまま体の回転で打つということがゴルフの基本になります。ですので、右手がこのようにちょっと極端にやりますが、グリップの方を持って右手でグリップを動かしていくというのが、まあ、いわゆる手打ちになってしまいます。ですので、右手がシャフトを動かすような作用を入れている場合が手打ちというような形で考えていただければ良いと思います。右手の作用は、左手に対して左手を固めたり左手を動かしていくのに使っていくのが、グリップの右手グリップの役目だと思いますので、左手は角度を維持、そしてさらに右手でその角度維持だったり左手を動かしていくのにサポートしていくっていうような意識を持って練習していただくと、今までこう動きすぎて不安定だった人、それともう少し精度を高めたい人、パワーを伝えていきたいっていう人には有効だと思いますので、ぜひチャレンジしていただければと思います。3つ目のグリップの注意点なのですが、すごく握り込んでしまわないで、腹の部分は残しておいて、この腹の部分をしっかりと右手で当てて押さえるような形で持っていただくと、この角度がしっかりと保ったままのキープをすることができますので、ここを押し付けないようにして、少し腹の部分がしっかりと見えている状態で右手を入れるということを注意していただければ、グリップはこの角度を押さえるグリップをすることができますので、注意してみます。このチャンネルでは、このようにゴルフに関する基礎的なことやいろいろな知識を配信しています。もしよろしければ、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いいたします。それではまた明日、よろしくお願いいたします。